して迎えた18分、ゲームは思わぬ形から動きます。ゴールキーパー村山のフリーキックがなんとそのままゴール。村山の蹴ったボールは強風に乗ると雨でスリッピーなピッチも手伝い先制ゴール。前半松本はリードして折り返します。